どうも皆さん、システムダウン使いはブロック、リュウです。さあ、本日なんですけれども、ギアイアングラーっていうモンスター皆さんご存知ですか？このモンスターね、めっちゃ強いんですよ。何が強いかっていうと、こいつ召喚に成功した時にデッキからギアギアングラー以外の機械族、地属性レベル4モンスター、1体手札に加えると。で、ちなみに制限がついちゃうんですよね。自分は攻撃宣言できず、機械族モンスターしか特殊召喚ができないっていう効果がついちゃうんですけど、これで、このギアギアアクセルっていうね、ギアギアがいると、バニルと特殊召喚できるよっていう、このモンスターいると、これが1枚で、ギアギアンとクロスに繋がるんですよ。まあ、これは、OCG の、方で、有名な、まあ、コンボというか、ギミックなんですが、このギアギアングラーと、ギアギアンとクロスって、結局1枚手札が増えてるじゃないですか。これ1枚からこれ立てて、で、ギアギガントクロスの効果でサーチ入るんで、1枚手札が増えると。でですね、アンティークギアボックスっていうのがいて、これ、ドロー以外の方法でデッキか墓地から手札に加わると、攻撃力か守備力が500の機械族、地属性モンスターを手札に加えるっていう効果を持ってるんですよ。だから、ボックスでこのギアギアングラーとか持ってこれるんですね。これね、何ができるかっていうと、要は、ギアギアングラーから、手札が、要は、3枚、2枚か、実質。これ使ってるから、2枚増えるんですよ。言ってる意味わかりますかね？ギアギアングラーからギアギアクセル持ってきて、クロスする。で、クロス効果でボックス持ってきて、で、ボックス効果でアングラーサーチなんで、これ手札2枚増えてるんですよ。めっちゃ強いんですよ、この動きが。で、この動きを、じゃあ有効活用、していくにはどうしたらいいかなっていうと、ギアギアンとクロスはさすがに、サーチ効果は強いけど、アタッカーではないんですよね、あんまりね。なので、トラップカード。こういう手札を捨てるトラップカードをガン積みして、まあ、もちろん底なしとかも入れて、で、トラップカードで学びしていく、プラス、ギアギガントクロスの、まあ、アドバンテージの、まあ、稼ぎ方を使って、なんか、めちゃくちゃアドバンテージのその手札の枚数を使って、学びしていくみたいな、デッキが要はできるわけですね。で、もちろんそのギアギアントクロスはこのギアフレーム持ってこれるんで、ギアフレームはフォートレス持ってきて、で、フォートレスはね、簡単に特殊召喚できるモンスターなんで、この辺のギミックを使って、戦っていくっていうデッキですね。破壊耐性があるね、呼吸とすだけちょっと、まあ、底なしで埋めてから、サンダーブレイクするしかないんですけど、一応回答はありということで、他のデッキであれば破壊耐性があるモンスターじゃなければ、大体いけるし、対象に取れればね、因果切断があるんで、なんかそこそこなんかいい感じの、動き方できますよと。で、エクストラデッキね、ちゃんとエクシーズモンスターが活躍してくれるんで、で結構いい、デッキになってるかなと思います。まあやっぱ、アングラーが引けないと、ちょっとね、先行でアングラー引いて罠に伏せとかできたらめっちゃ強いんで、まあ、ちょっとその辺の動きをね、見せていければいいかなと思います。で、トラップカードめっちゃ多いし、結構墓地に行くんで、因果切断で因果切断するとかあるんでね。そういう場合は、終わらない罠地獄っていうね、この最強のスキル。これ多分ね、次の修正候補とか言われてるんだけど、巷の噂では、ちょっとわかんないんだけど、これでね、アドバンテージを回復して、で、ゴリゴリ罠打っていくみたいな感じになっております。結構いやらしいデッキになりました。割と迷惑です。それでは、デュエルやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、バクアドットコムデッキをね、やっていきましょう。さあ、マシンナーズギアフレームを召喚し、マシンナーズギアフレームの方向でマシンナーズフォートレスを手段に加えていく。そしてカードを2枚セット、パーシロー。罠カードがね、とにかくね、どんだけ引けるか系みたいなのがある。ちょっと正直、そのモンスターだけでは戦えないデッキなんでね。残念ながら、ソーラーエクシェンジオッケー。ソーラーエクシェンジオッケー。さあ何ライトロードだろうな。結構デッキは多いですね。4、5、あと30枚ですね。あ、ウィッチクラフト OK。ウィッチクラフト OK なのか。でもサンダーブレイクは強そうだね。サンダーブレイクは強そう。はい、まあそれはもう本当何でもいいです。フィットのもいいです。フィットの全然いいです。OK です。ここで、何が出てくるかね。あー、マスターベル。いきなりマスターベル OK。マスターベルはサンダーブレイクで破壊すれば、多分なんとかなると思うので、さあピットレ効果使います。ピットレ効果で、ワンドローワンステイしていきます。はい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 。でマスターピース落ちました。マスターピース落ちました。めんどくせえな、マスターピースとかゲロめんどいカード落ちるやん。メインフェーズ終了、エンドフェーズでサンダーブレイクっていく。サンダーブレイクの効果によって相手のマスターベールはぶち殺していく。さあどうする。オッケー、よし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 。で、とりあえず、ギア、ギアギ、
ギアギアクセルは強いね。ギアギアクセル召喚でギアギアクセルじゃないこれ。これはもう2体ギアギアントじゃない。マスターピースオッケー。マスターピースオッケー。で、いやでもこれ次に、ウィッチクラフトマスターベイルが出てきたら、あとそこらショートシャンするしかないんだけど、そうした場合ってさ、俺突破する手段、あ、でもサンダーブレイクあるか。サンダーブレイクあるね。落としちゃいなしとけばサンダーブレイクあるわ。大丈夫。まずとりあえずじゃあギアギガントクロスいきましょうか。まず1体目のギアギガントクロスを、エクシーズ召喚。これでですね、こっからはアドバンテージの稼ぎ方がえぐくなってくるんですけど、ギアギガントクロスの効果発動。オーバーレイユットを1つ使い、デッキまたは墓地からレベル4以下の機械族モンスターを手札に加えることができる。これによって手札に加えるのはもちろんギアギアクセル、そしてギアギアクセルを特殊召喚、そしてギアギアクセル2体で再度オーバーレイネットワークを構築。もちろんギアギアントよ。でギアギアントクロスでエクシーズ召喚。これだからあとはマスターベール出させてマスターベールにそこらし落とし穴を当てるだけだね。でギアギアントクロスでだ、ここでボックスですね。でボックス回収からボックス効果使って、でさらにアングラーよ。これが圧倒的アドバンテージよ。ただちょっとそこらし落とし穴 しかないんだけど、これでバトルフェーズ入る詐欺してマスターベル出させるしかないよね。はい、さあ変身してくださいと。さあウィッチクラフトジェニーの効果によって魔法カードを捨てて、ウィッチクラフトマスターベールを特殊召喚していく。そこに落とし穴を そっち、まあ、ちょっと一応フリーチェーンの効果あるんでこれ落とし穴当てますけど、あ、ないんだ。魔法カードない、魔法カードない。あ、じゃあこれ、じゃあ勝った。特殊召喚してマシンナーズフォートレスの効果を発動。てかだから機械族モンスターを墓地に送って自身を特殊召喚し、このままバトルフェーズに行こう。やったぜ、迷惑デッキ成敗だぜ。お疲れさ、お疲れさ、マスターベール。手札1枚捨てでモンスター効果無効にして解約。さあお相手の方、早乙女レイ選手よろしくお願いします。反動は結構強いんですけど、これ先行欲しかった人生ではありましたね、これね。あのギアギアングラー1枚からギアギガントクロスまでね、いけるんで、それかなり強いんですけど、攻撃宣言できないよっていうね、制約がついちゃうので、まあ、基本的には先行で、ギアギアングラー引いてギアギアントクロスを立てていくっていうのが多分一番結構なんだろうな、強いムーブかなと。2伏せあんのが2伏せつら銀河で、まあ、これ先行欲しかったな、これ。難しいな。ドキュー部隊は多分あるとは思うんだけども、行くしかないね。ギアギアングラー効果発動する。だからこれで宣言はできない。一応因果切断あるんで、まあ、なんとかなるかな。罠カードでなんとか相手の展開を抑えていけるとは思います。でギアギアクセルを特殊召喚。さあドキュー部隊あるんじゃねえかな。ドキュー部隊ねえのかな。でもドキュー部隊あるとしたらここで打ってくるか。さあギアギアントクロス特殊召喚。さあドキューあるかな。あれ効果通った。やった、効果通ったんだけど、ラッキーラッキーなんだけどねえ。これでボックス回収からこ、やば、見てください。これ先行で、じゃあ後攻か、今後攻でモンスターエクシスモンスター1体立てながら手札6枚っていうね、爆ガードすぎる。ガンクセか、1枚で2枚で3枚よ。これでダメだ、攻撃宣言できないんでね、結構忘れがちで。大セットか、なるほど。1111111はぁー、1! はははそうなんですよ、俺ね、サイコロの目操れるんですよね。ギャンブラーってサイコロの目をね、自由自在に操れるんですよ。さあ、どうする。ドキュー台だったら多分打ってるから、多分あれドキューじゃねえな。なんだろうね、あれね。あの癖カードちょっとわかんないんだけど、さあ、なんでしょうか。さあ、どうするんでしょうか、早乙女レイ選手。まあ多分おそらくレベル上昇なんで、あーはい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 、レベル上昇でもののく、はい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 、で4、いいいいですよ、それ別にいいですよ。出てきたやつを因果生産しましょう。さあこの世の終わりみたいなカードを使うぞ。はい、で破壊耐性最強だぜ、破壊できないぜって言って調子乗って出てきたモンスターに因果生産打つの気持ちよすぎ、バロタ
気持ち良すぎワロタ。さあどうする、さあどうする、ぶん殴ってくるかこの3くせに。怖いだろうな、黙りやがれ、因果切断。じゃあなよかった因果切断入れといて、因果切断入れといてよかった。危ねえ危ねえ。さあ早乙女蓮選手困っております。うわ強い強いよ強いよ、それはそれは強いよ。レベル3中なんすってで、あー強い。まあでもこれはまあ、あでもそんなにか、そんな言うてか、モノロフの効果、モノロフの効果で、あやばい、か影物はやばい。あれ、あ単一だ、ホムラガミの特殊召喚制限単一だった。これでサンダーブレイクって勝てる。やったー、あぶねー、あぶねー。なんかしんねえけどすげえいい勝負したわ。因果切断最強よ。さあお相手の方はつくも龍馬選手、よろしくお願いします。ギアギアングラーを召喚、ギアギアングラーの効果を発動。さあこれでギアギアクセルを手札に加えていく。さあアクセルアクセルいくぞ。これでスーパーアドバンテージの暴力を見せてやるぜ。さあこれによってギアギガントクロスをまずは1体目エクシーズ召喚、そしてギアギガントクロスのモンスター効果を発動。ギアギガントクロスの方向によってギアギアクセルを外してアクセルを持ってくるってね、この最強ムーブ。そしてちょっと罠引けてないの若干、うん、きついけども、まあ、トラップカードはまあおいおい引いていくことにしよう。こんだけ圧縮すればねトラップカードもまあ引けるってもんよ。でだ、ギアギガントクロスの効果を発動しアクセルを切って、さらにボックス持ってきて、でボックス効果、さあ見てください皆さん、先行でギアギガントクロス2体立てながら手札がなんと4枚もあるっていうね、強すぎません？まあこれ一応2枚なんだけど、これでいやこれ最強よ。展開力はな、ちょっと若干打点問題が発生するが、さあどうする。あーうわー、そんなことをしてはいけない、それこれは犯罪だろ、これは犯罪だって。いや確かにね、クリストロンとかにはねこれぶっ刺さるんですよねこのカード。いやちょっと待って、ちゃうやんそれは、ちょっとおかしいやん、これ犯罪だって、これはこれ犯罪行為だよこれ。いやおかしいって、おかしいってこのゲーム、何が起きてるんだ。